やってまいりました、クロータスプレアサイレムナースのマップだよ。どうもこんばんは。どうもどうも。唯一モーションでちょっと嬉しいところ、これできるのってこと、うなずきの回、デッドバイうなずきの回、嬉しそうだねみんちゃんね。あんたたちがその気ない、あ、真ん中キャニバルキャニバルだい、みんな上だよ、上集合、破滅チェックね、オッケーオッケー。ドワイトが遅れを取ったなキャニバルはやばいやで、有能で対抗せんとな、破滅のある森でできるといいね、うまく首かじれちゃうね。ノリが良かったね、みんなね、いい子たちだね。人間挨拶って大事だからね。それじゃあ宝は諦めて、私はみんなと発電機回し行こう。私が言えるよ、私についてきな、みんな、私だよ、皆さん私についてきてください。解散したよ、あ、来た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 よし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 、仲間ミンを引き連れた発電機ね。向こうか、ナイチェだね。一台相当分以上は仕事したね、あの子もまた。ただ、板がどれだけで残ったかだよね。あ、宝。三人用さ二個つけちゃおうぜ。チキーなおい、しかし。やばい。これはもう一回手を離して、解散。チーム解散した方がいい、これ。と思うやーん、すぐば。と思うやーん、すぐば。からの、と思うやーん、チェイス。近いっすかここ。救助至ってください。救助至ってください。救助行きましたか。あ、一人行ってるか。まずい。まずい。バレた。救助した。ボロータイムじゃないけど、ボロータイムじゃライト持ってるからさ、どうなんだろうあのライト。非常にまずい。引かれる？まやかしだ！いや、ちょっとね、まずいの、これ。とりあえず、ストライク確認する。いや、持ってない、持ってない。見られてないって言ってよ！無情だよ。そんな無情なことあるかい？ごめん、ごめん、救うことかなわず。あ、ラッキー。あー、でも場所が悪い、場所が悪い、お越し行ったらやられちゃう場所悪っつって、ごめん、ごめんね、さすがにそれ無理案件や。あ、みんちゃんみんちゃん、あそこ角っこだからね、こっち来てくれたらね、そう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 、せめて、あ、こっちこっちこっち、そう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 、奥まで行かないで、奥行っちゃうとね、お子さん、ここに呪いがあったかな、チリチリしてたな今、気のせいだおいおい、全然違うよ、音出てないんやけど、ちゃったかね。もぎりの秘密を探し行くかい、みんちゃんがめちゃめちゃ超絶いいチェイスしてくれてるやで。こっちの方ってさ、3人とも固まってたから知らないっちゃ知らないよね。あった、これで終わるといいな、呪ってやつがな。とりあえずこれはいけそう。あ、よかった、ドワイトも元気になった。体勢立て直ったね、一人死んだけど、一人死んだけど。あ、どうもこんばんは。あ、しもたね。しまったしまった。やらかしだよ。上行く？
思ったけど、やっぱここ行こう。しまったしまった。あ、前明かし、そう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 。この板つなげられるかな。すいません、板をください。あ、間に合う間に合う。倒して割ってもらってからの下の窓につなげていこうよ。この板あるけど、一回ちょっと窓経由して戻って板につなげるべきかな。奥か。これ降りてたな。破滅が壊れて一個ついたか。ナイスだね。よし。でそこは発電機多分頑張ったらいけそうだけど、ちょっと治療してからにしよっか。まあ、できたら寸止めとかでもいいけど、まあ、あ、でも2人でやってるわ。そこ2人か。1人手離した。そこ3人で襲われる。2人が襲われて大丈夫だった。あそこ一緒にやりたいな。みーちゃんやろっか。戻ってきたらやばいけど、破滅が残ってるか。フシ君だけやったか。じゃあ有能だからこれを生かしてラス1にして。あ、戻ってくるよね。ちょっと離れようと思うやんね、と思うやん。みんちゃん、私もこれで次スブバが死んでるから次戻ってきたらやばい。やるしかない。みんちゃんが作ってくれたチャンス。とりあえずやれるところまでやっちゃいたいな。みんちゃんのオブセッションが揺れてる間は大丈夫。あ、ドワイトだ。大丈夫かい。もうここ行けそうだ。発電機、そっか、破滅だから探してくれてんだね。どっちから来る。こっち来ない。固まってやった方が良さそうな気がしなくもないけど、こっちの奥やろっか。こう、あ、これでこれだね。これにしよっか。ドワイトもこっち来るかもね。あんまり遠くまで行かないだろうと思うんだけど。みんちゃんすごいね。めっちゃチェーンソービームやってるけど大丈夫。あ、持ってきた。大丈夫そう。有能生かせれば強い。あのみんちゃん捕まんないね。どうなってんだろうね。でも長ければ長いほど板がなくなるかもしれんから、早く発電機やっちゃおっか。クマかノーワンカイタチかなんだろうね。あ、シロちゃんすいません。あ、睡眠のうるうえが来たので、あ、失礼します。おやすみなさい。寝る方ゆっくりお休みくださいよ。ドン。あっちとそっちか。うん。え、みーちゃんだけが走ってる。あれ、うまく逃げたってことか。向こう行こう。あっちの方ってゲートさ、発電機から一番近いからさ、どうなんだろう。向こう向かってたかな。うん、C4 遠のいたね。向こう行った。こっち戻ってきてもやばいな。でもどっちかやるしかない。こっちさら地だね。向こう開いた。あれ、血の番人かな、もしかして。キラー、キラーが開けたかな。サバが開けるにしては早すぎる気がしなくもなかったんですけど、番人っすか。どうっすか。まだ初めてだからね。あ、番人じゃない。え、あー、救助。あ、ボロータイム。え、あれ、みーちゃん倒れたよね。あれ、どうなった今。ん、倒れた後に救助したんかな。いや、救助はできたけど倒れたってことか。無理救気味になった感じ。あー、ゲートの前か。これはもう地下室の下のとこでチェーンソー構えていると言っても過言ではないのかな。どうなんだろう。無理救ツアーやってんだこれ。
無理キューツアー。あの子手振れん方がいいよね。あ、ストライクだ。え、みんちゃんもストライクあるかな。あ、行ったか行ったか、行けたか行けたか。危ない危ない危ないよ。うまくいったみたいだね。ナイスイターっつって、方向的にみんちゃんがあのなんか板救助のところを誘ってくれたっぽかったね。みんちゃんが出てくれたから、あの担がれたタイミングの時のやつよりかは戻った時の板をっていう感じで誘ってくれてたね。板が残っててくれたおかげだったね、あれで。みんちゃんがちょっと動いてくれたおかげでちょっとありがとうっつって。もうでもよくボロータイムあったね、2人ともね。1人あったみたいだけどね、ドワイトがあったみたい。まさかのボロータイム。あ、違う、みんちゃんがあったんだ。みんちゃんがあって、で、ストレイクあっての中で。だから突したのね。無理救したのはそういうことか。わべつりと、不死と、破滅と、まやかしとなりました。で、最大限、有能を生かしたおかげで、早めにね、一人ちょっと最初死んじゃってかわいそうだったけど、早めに発撃通電できてよかったね。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。